よし、これからジャスティスとの最終決戦だ。みんな準備はいいか？もちろんっすよ。ここまで来たら絶対勝ちましょうね。ジョーから一言何かあるか？まさか本当にジャスティスに匹敵するところまで来れるとは正直思っていなかったです。ここまで来れたのはみんなと抜け殻みたいだった俺を叩き直してくれた桐生さんのおかげです俺が作ったジャスティスは責任を持って俺が潰す。みんな最後の戦いだ。もう少しだけ力を貸してくれ。おう、やってやろうぜバカ野郎。よっしゃ、ぶっ潰すぞこじ。おや、行きましょう桐生さん。おう、よし桐生会出撃だ。おう、おう、うわあ、おう、おう。気流海将軍、こんにちは。尻尾を巻いて逃げるかと思ったけど、そのバカさ加減と勇気には敬意を表するよ。岡田。さてと、じゃあさっさと気流界に血の雨を降らせましょうか。レインメーカー、何かこいつらに言い残したいことはあります？いや、特にないそう言うと思いましたよ。さあ気流界の皆さん、死んでしまえ。叩き潰す。身長本気だよ、身長本気だよ。突撃！
殺す、叩き潰す。戦いぶりだったぞ。バカな、圧倒的な戦力差があるはずなのに、なぜ。チームってのはな、頭数じゃねえんだ。チームへの思い、仲間への信頼、強い絆、そういうもんがあれば 1+1は2 じゃねえ。100にも200にもなるんだ。そんなこともわからねえなら、それがお前の敗因だ。ジョー、そして桐生さん、あんたら大したもんだよ。俺が悪に魂を売ってまで大きくした組織をここまで追い詰めたんだからな。それも自分の中の正義を貫いたままでだ。正直羨ましいよ、カズチ君。だがな、俺にも俺の考えがある。ここで引くわけにはいかないんだ。お前に何があったのかはタナから聞いたよ。お前の苦しみに気づいてやれなくて本当にすまない。だけどカラーズみたいなことをやるのはやっぱり間違ってる。もう一度やり直そうぜ。昔みたいに俺たちの正しいと思ったことをやれるジャスティスを。話したいのはそれだけか、ジョー。俺にはまだ成し遂げなきゃいけないことがあるんだ。ジャスティス最後の戦力だ。俺たちを倒してみろよ、気流会。このレインメーカーを倒せるもんなら倒してみろ。分かったよ。もうしみったれた話は終わりだ。言って分からねえ奴には体で分からせるしかねえ。行くぞ。来いよ、カズチカ。Yeah!
負けだよ、ジョー。俺がお前に勝てたのはこれが初めてだな。そうだったか。なあカズチ君、これでジャスティスは終わったぜ。さっきの続きだ。もう一度俺たちとやり直そう。俺たちの正義をもう一度貫こう。いいだろう。いや、まだだ。え？俺の本当に成し遂げたかったことはきっと今から始まる。どういうことだ。ジャスティスが終わった？何をバカなことを言ってるんだ、ジョー。ジャスティスは今から僕が支配する。僕がこれからリーダーとなり、カムロ町のギャングを支配する。僕はね、ある人の協力を受けて裏でジャスティスのメンバーを買収していたんだ。買収だと？ああ、うちの連中は岡田のカリスマ性に魅せられて入ってきたようなふわついた連中ばかりだ。ちょっと金を握らせるだけで大体の連中は簡単に俺に寝返ってくれたよ。だから岡田を裏切って俺についた連中がまだまだどっさり残ってる。普段は表に出ない人なんだけど、せっかくだからご紹介しよう。こちらにいらしてください、サツキさん。久しぶりだな、岡田。カズチ君、こいつは俺を拷問にかけ、俺の仲間や恋人を襲った張本人だ。あの時はすまなかったな。ちょっとやりすぎたよ。心が痛んだ。だがそのおかげでお前はジャスティスをでかい組織にできたんだ。感謝してほしいくらいだね。サツキさんはヤクザ、マフィア、あらゆる裏社会に精通している方だ。この人に裏についてもらえば、ジャスティスは日本最大最強のギャングになれる。お前、もしかして最初から？ああ、そうだよ。最初からジャスティスを乗っ取るつもりで近づいたんだ。岡田は本当によくやってくれたよ。僕を信頼してくれて本当に動きやすかった。だから裏でいろんなことを進められたし、感謝の気持ちしかないね。カリスマ性はあったかもしれないけど、やっぱりリーダーとしては三流だったのかもね。残念だったね、レインメーカー。雨じゃなくて涙でも降らせるといい。どうした、気でも狂ったのか。はめられたのはお前らの方だぜ。俺がジャスティスをでかくした理由はな、お前をおびき出すためだよ。何？俺はお前が親しうちを許せなかった。絶対に復讐してやろうと誓った。だがお前は裏社会の人間だ。あれ以来姿をくらませて行方不明。どうすればまた表に姿を見せるか。そこで俺は考えたんだ。お前は手下だったカラーズが潰されて報復に出てくる立場の人間。ということは、俺がカラーズのようなギャングを作ればお前は必ずすり寄ってくるはずだってな。なんだと？まさか本当に引っかかってくれるとはね。意外と脇が甘いんだな、あんた。え、じゃあ俺が裏でつながってることも知ってて。お前は最高の参謀だよ。リーダーとしては三流かもしれんがな。くそか。俺は自分の手足として動いてくれる兵隊が確保できりゃそれでいいんだ。桐生さん、あんたが桐生会のリーダーだろ。あんた俺と組む気はないか。なんだと？こんなアホの孔明のジャスティスと組むより桐生会と組んだ方がメリットありそうだからな。俺の手足になってくれ。報酬は約束するぜ。どうだ、俺がそんなものに応じると思うか？だよな、そりゃそうだ。なら
俺は予定通りジャスティスと組んで気流会を潰させてもらう。邪魔なお前らを消して、カムロ町の生きがってる若造どもは片っ端からジャスティスに入れちまう。そしてそいつらを兵隊として使って犯罪を繰り返し金を稼ぐ。もちろん失敗しても捕まるのは若い兵隊ども。俺は安全地帯からそれをコントロールするだけだ。そんなことは絶対にさせねえ。ケツの青いガキが。大人をなめるなよ。俺の率いる裏組織サツキ会とジャスティスの連合軍で貴様らを叩き潰す。行くぞ。あ、はい。ジョー、今まですまなかった。あいつを倒さない限り俺たちや若い連中はずっとああいう大人に食い物にされちまう。俺は何としてもその連鎖を断ち切りたかったんだ。カズチ君、いや俺の方こそすまなかった。お前の真意を見抜けずに立ち失格だな。そんなことねえよ。それに俺はジョーがジャスティスを潰すために動いてくれると信じてたんだ。え、まさか俺たちの行動もお前の予測通りだったってわけか。まあな、お前がかき回してくれれば孔明や奴もボロを出しやすくなる。だからお前をジャスティスから外して動ける状態にしたんだが。お前なんかすげえな、予知能力者か。ただこんなすげえ人が仲間につくとは想像もしてなかったけどな。キリュウさん、すみませんでした。もしよかったら俺も一緒に戦わせてください。あいつを倒さないと俺終われないんです。岡田、わかった。一緒にあいつをぶっ潰すぞ。キリュウさん、ありがとうございます。次こそが本当の最終決戦だ。気流界の総力を挙げてあいつらを叩き潰す。お前ら準備しとけよ。おう。ああ、よし、これから最終決戦に臨む。みんな準備はいいか。ああ、おう。これが本当に最後の戦いになると思う。みんなここまでついてきてくれて礼を言う。だがここで負けちまったら元も子もねえ。俺たちが負けたらあいつらは若い連中を兵隊として使い続けるだろう。だがそんなことは絶対にさせねえ。俺たちは勝つ。そして奴らをこのカムロ町から追い出す。このカムロ町を若い連中がかけがえのねえダチを見つけられる町にするためにな。キリュウさん、俺あなたに出会えて本当に良かったです。おります。行きましょう、最後の戦いへ。よし、気流会出撃で。おう。すごい数だな。どうした、おじけづいたか。まさか
むしろワクワクしてますよ。久々にこいつと一緒に戦えるわけですしね。足を引っ張るなよ、ジョー。そっちこそ。気流海将軍、よく来たな。今日があんたら全員の命日だ。このカムロ町は私とサツキさんが支配する。夢、絆、憧れ、そんなヤバいもので集まる若造連中を使って日本最大のギャング集団を作り上げる。その理想の第一歩への備え物として気流界全員の屍を献上しよう。さあラストダンスと行こう。行け、気流界を叩き潰せ。飛び残るす、叩き潰す。おっしゃYeah.
殺す、叩き潰す。飛龍会の勝利だ。いい戦いぶりだった。いよいよ追い詰めたぜ。この日をどれだけ待っていたことか。お前への積年の恨み晴らさせてもらうぜ。果たしてできるかな。まだ増援がいたのか。岡田、生きがってるようだがな、所詮お前らはガキだ。大人の世界ってのがどんだけ深くて危ねえもんなのか。俺がしつけてやるよ。あの時と同じようにな。貴様らが貫く正義、ジャスティスってやつがどれだけ無力なもんか、よーく味わうといい。お前だけは絶対に許さねえ。助け出しするぜ、親友。お前ら二人を見ていると、なぜか昔の自分を思い出す。え？本当ですか？今はお前らと一緒に戦えてよかったと心から思ってる。ダチの大切さ、自分の中の正義、青くせえもんばかりだが、どれも大事な宝だ。俺が年を食って忘れかけちまってたもんを思い出させてくれたのはお前らだ。感謝する。桐生さん、この戦いが終わってもそういうもんを忘れるんじゃねえぜ。忘れた途端、男ってもんは老けちまうもんだからな。はい、俺桐生さんのことも今日のことも一生忘れません。なら勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。
気流会解散？それマジで言ってるんですか？ああ、ジャスティスも潰れたし、黒幕のサツキも倒した。サツキの逮捕をきっかけに、サツキの周囲の連中も芋づる式にお縄になったらしい。もう気流会が存続する必要はないんじゃないかって思ってな。違うか？違う違う、何言ってるんすか。気流会はね、俺らにとっては新たな居場所なんすよ。居場所？そう、居場所。目的達成してからなくなるとかいうもんじゃないんです。気流界はなんていうか、俺にとってもうそういうのは超えてるんすよ。気流さん、俺からも頼む。気流界は解散させないでくれないかな。ここは眠らない街、カムロ町だ。またいつか新たなサツキやジャスティスが出てくる。そういう奴らから若い連中の居場所を守る。気流会はそういうチームとして存在したい。俺や和親が最初に目指したジャスティスのようにね。正義を貫くチーム、ジャスティスか。わかった。そこまで言うなら、気流会は今後も存続するとしよう。よっしゃ、気流さん話がわかる。キリュウさん、愛しまーす。これからも末永くよろしくお願いしますね、キリュウさん。ああ、ところでずっと気になってたことが一つあるんだが。何です？ジャスティスの綴りだ。本来ならジャスティスは JUSTICE だろ。なんで JUSTIS なんだ？あえてやってんのか？え？あ、もしかして間違えてました？やべえ、恥ずかしい。何？まさか普通に間違えてたのか？あ、気づかなかったな、カズチカ。ああ、俺も英語には疎いが、さすがにそれくらいはわかるぞ。歌の歌詞とかにもよくあるだろう。間違いない。誰か気づけよ、突っ込めよ。解散してよかったな、ジャスティス。そうだな。おいおい、お前ら何のんきに談笑してんだよ、バカ野郎。なんだ、矢野。黒幕野郎の手下だったとかいう連中とジャスティスの残党が暴れてるってよ。ちっ、まだ残ってやがったのか。よっしゃー、コジ、そいつらぶっ潰すぞ。トランキーロー、あっせんな。俺らのリーダーはキリュウさんなんだぜ。
行くかどうかはあの人が決める。キリュウさん、どうする？仕方ねえな。今から残党どもを叩き潰しに行く。俺たちの正義を貫くため、俺たちの居場所を守るために。キリュウ会出撃だ。おや